モツサの B1 ロツマ島はフィジーに属する島。ロトマ島、または単にロツマとも表記する。周辺の無人島と共に、ロツマ族領を構成する。島には、先住民である、ロツマ人が住んでおり、島では、英語の他に、現地語のロツマ語が話される。人口1594人、面積は46平方キロメートル。行政府はアハウという集落に置かれている。 サモアからポリネシア系の人間が住み着いたのがロツマ島の始まりである。島に伝わる伝説サモアにラホという男がいた。この男は他の島民から嫌われていたため島を出ることを決めた。カゴ2杯の砂を乗せ船でしろ。そう神のお告げを受け妻トロックミの男女と共に島を出た。疲れ果てた時また神のお告げを受けた。砂を海に捨てよ。 ステタスナは島になり、ロツマ島になった。七組の男女は、意見が合わず七つの村が生まれた。1791年に、初めて西洋人が島へ訪れた。それ以降水や食料補給のために、西洋人は、訪れるようになり、六デナ主船員が、強制下船させたり、脱走兵が逃げ込むこともよくあった。1840年代には宣教師が、 トンガ人と共に訪れた。19世紀後半に7つの村が2つの陣営に別れ争いとなったので、イギリスに保護を求めた。ロツマの行政官1881年にロツマ、島はイギリスの保護領になり、同じく保護領のフィジーと一緒に植民地として統治されるようになった。ロツマ島はフィジーと遠く離れていたため植民地都市はほぼ放置状態で、 流刑地として使われた。行政官のイギリス人と警察官、コプラを買う商社の駐在員ぐらいで、ロツマ人は以前と変わらず主張性の暮らしをしていた。1970年のフィジー独立時には、フィジーの保護領として一緒にイギリスから独立した。しかし島の人間からはイギリスに保護を求めて植民地になったのであって、フィジーの保護領になるために植民地になったのではないと、 反発が出た。ロツマ共和国の国旗1987年10月にフィジーでクーデターが起こるとロツマ党の自称王であるヘンリー・ギブソンがフィジーから独立しかつてイギリス女王と結んだ保護条約を守るために独立すると主張した。ギブソンは島生まれのスコットランド移民の子孫で母親は主張の娘であり少年時代にニュージーランドに移住。 その後日本で空手等の武術の修行をし1981年のイギリス統治100周年の式典に招かれ、これが独立運動に関わるきっかけとなった。村の主張が死んだ際新しい主張を別の村から招くことにギブソンは反対し自分を主張にしろと求めたが叶わず島の伝説の王復活を宣言し自ら大いについた。1987年5月に、 クーデターが起きると島の評議会は議論をはじめフィジー残留を決定9月に2度目のクーデターが起きても決定は変わらなかった。ギブソンは10月、ロツマ島の王としてロツマ共和国の独立を宣言し、単元書を元創始国のイギリスと国連事務総長に送ったが無視された。12月にギブソンがデザインしたロツマ共和国旗が島の文化センターに 英国機と米国機と一緒に掲げられた。独立反対派が国旗を発砲する事件が起きたことで、フィジー軍によってロツマ島は制圧、独立派が村の代表を解任して、新しい独立派の代表を選出、通報され独立派の村代表が逮捕される事件が起こった。フィジー憲法はクーデターにより破棄したことにより、ロツマ島には、 フィジーの司法管轄権は及ばないのかが一つの争点となったが、評議会がフィジー残留を決めたので及ぶと判断され、執行猶予付きの罰金刑が言い渡された。ギブソンはニュージーランドのにいたので逮捕されることもなかった。自称ロツマの王であるギブソンが支持された背景には、フィジー本土から遠く離れた辺境であるロツマ等の開発が遅れていたこと、 税関はないためにコプラなどの輸出で不利であったこと、フィジーを経由して海外製品が輸入されるために物価が高いことなど、フィジー政府への不満があり独立すれば、先進国からの支援を直接、ロツマ島に利用できる、フィジーを介さず直接貿易することで物価が下がる、等の実利的な面もあった。1990年の改正された憲法で会員に ロツマ人議席枠が設置された。上院にも議員を選出していたが、ロツマ等の枠ではなくロツマ島を含めた他の地区としての議員であった。2001年には、ロツマ島独立運動は合法の判決が裁判所より下され、非暴力であれば独立運動を行っても良いとなった。2006年のクーデターで廃止された憲法の代わりになる新憲法では、 議会は一員制、フィジー全道、単一の選挙区とした比例となりロツマ人枠が廃止された。吉田一郎、消滅した国々社会評論者、2012年11月30日、671ページから676ページ、ISBN9 から784784509706。ありがとうございます。